まあ、ただ摂津の立ち上がり、ホークスのパックが実は足を引っ張るんですよね。そうですね、ここからね、もらったような形になりましたからね、初回ね、はい、で、栗山のこの打球の時もフェルダースチョイスになりました。ノーヒットで1、3塁のチャンスをもらって浅村の犠牲フライ。これは摂津の立ち上がりは厳しいなっていう感じはあったんですが、まあ、先取点ということでね、うん、非常にいい流れ、昨日からの流れ持ってきたかなっていうイメージはね、あったんですけどね。でなおかつ実は1回に関しては岡本陽介も素晴らしい立ち上がりでした。ただ2回腕子にヒットを打たれてからランナー二塁三塁で柳田2点タイムリーになります。でこの辺り、このランナーを出してからというのが岡本がちょっとこう苦しんでましたよね。まあ、コントロールですよね、今日に限っては、はい、その精度とかそういうのは決して悪くありませんから、うん、まあ、なんせ甘いボールを確実にホークス打線に、打たれたなというイメージですよね、はい、細川にタイムリーが出ました。そして本田にもタイムリーが出ます。2回に一挙に4点を取りましたホークス。さらに3回です。ノーアウト二塁一塁という場面で長谷川がタイムセンター前まで抜けてしまいました。まあ、少々ねライオンズも守備に多少こう制裁を欠く場面もありましたから、うん、まあ、そこはね明日からの、ね、改善点ですよね、はい、で柳田は昨日のホームランのイメージ通りというようなライト戦でしたね、はい。まあ、その後も失点を重ねまして結局岡本陽介は3回70球8失点でナックアウトされました。さて、ライオンズの方は4回の裏です。2アウト満塁というチャンスがありました。しかし住谷の打球はセカンドゴロ、チャンスで1本が出ません。5回ライオンズは豊田が2人目としてマウンドに4回から上がっていました。豊田は今日出てきたピッチャーの中ではいいピッチングをしました ね, ですね。もう彼らしい、いつもと、ね、変わらず、淡々と投げてくれましたよね、はい、6回の表マウンド上には西口が上がっていました。内川なかなかボールが落ちませんでした。ホームラン第3号です。6回の裏ツーアウト二塁、ランサムはセカンドゴロに倒れます。摂津は6回103球1失点でマウンドを降りました。そして7回の裏です。ホークスは2人目の柳瀬が上がっていました。ワンアウト二塁から9番の金子、これは本当に最後までバットに当たるまでボールから目を離さなかったというようなバッティング。そうですね、いいバッティングしましたよね。さらに木村、今日は三振が多かったんですがそれでも強く振っていった結果でしたね。はい、バットストライクですよね、はい、8回はウィリアムスマウンドに上がりましたがワンアウト満塁というピンチを迎えて松田、まあ、その直前に点を、ね、返しているだけにもったいないイニングになってしまいました。そしてさらに9回にもホークスは点を加えました。13対3と10点差で迎えた9回の裏、ツーアウト1塁から熊代がファーストへのファールフライに倒れましてゲームセット。13対3でホークスが勝っています。まあ、終わってみれば大量得点差ということになりました。